切り抜きのコメント欄でね論争してたよ。コメント欄見るのやめようと思った。よくさ自分の切り抜きとか見るんだけどさ、ゲームはそれぞれ人それぞれ楽しみ方があってねいいと思うんだけどね、なんかそのなんだろうね、頭悪そうみたいな言われてたね。ちょっとねいいじゃんね別にね、なんでそんなことを書く必要あるって思うけどね。コメントあんまりそのなんか見るのやめた。いろんな意見があるけどね、そのコメントとかね難しいよね、やっぱインターネットってね。なんかそんなことね見えるところで書かなくてもいいじゃんって思うこともねあるけど、書いちゃダメって言われてるわけじゃないけど、まあ、相手の気持ちをね考え、ちょっと深い話になってきちゃったね、相手の気持ちをね考えるとねやっぱやめといた方がいいのかなってところもねやっぱあると思うんですけど、んーでもなんだろうね、別に書いちゃダメってこの法律とかがあるわけじゃないからね、好きなことを書いていい。それ本人が見てしまった時にどう思うかをまで考えれたらいいよねね、例えばさコメントでさ、こんなにコメントいっぱい流れてるしこいつキモいしキモいって書いてもいいやろってさ、しゅんちゃんのコメントにキモいって書きました。でもしゅんちゃんキモいを見てしまいました。悲しいよやっぱ。まあ、もうでもキモいぐらいじゃ何も思わんけど死ねぐらいじゃ何も思わんけど、ブロックやな、ブロック消すな、なんか思いもせずブロックボットになっちゃうかな。ねやっぱその先まで考えれたらね、君も一流のインターネット使いになれると思う。